神龍氏、今日はどうしても伝えたいことがあります。言いたくないことは詮索しないとそう言ってくださいましたが、やはりこれだけは話しておきたいのです。わかりました。ユナカがそこまで言うのなら。私めの本性は暗殺者、名はラリマーと申します。はい、自分のことを捨てた両親につけられた名前なので思い入れがあるわけではありません。でもこの名前は私めにも過去があったという証。これからは未来のために生きていくと決めましたが、神龍氏には知っておいてほしかったのです。とても勇気がいりましたよね。今の話は大切に覚えておきます。ありがとうございます、神龍氏。ユナカが秘密を打ち明けてくれたんです。神龍氏の秘密？実はユナカが私のために戦うと言ってくれた時、飛び上がりたいほど嬉しかったんです。心のどこかでユナカに対して特別な感情があったのかもしれません。ずっとそばにいてほしいと思うほど特別な存在だと気づいてしまったんです。これが私の秘密です、神龍氏。よかったらこの約束の指輪を受け取ってください。その指輪はとても大切なものなのでは？だからこそあなたに私の気持ちが本物である証として、私は今のあなたも過去のあなたもどちらも等しく大切にします。ありがとうございます。私めも神龍氏とずっと一緒にいたい。あなたにある過去も全て大切にしたい。これは嘘のない本当の気持ちです。ではこれからはパートナーとして共に未来を行きましょう、ユナ。はい、神龍氏。あなたにはもう嘘をつきませぬ。未来に向かって新たな旅路の始まりですな。